上白石さんは私自身、あの、テレビで拝見したことがあったり、あの、歌声を、あの、お聞きしたことがあるんですが、持ってる印象としてとてもピュアでまっすぐで、でも、どこかこう強さが見えて、本当に素敵なお人柄なんだろうなっていうのが、こう伝わってくる。 方なので、その方がジェン・エアを演じるっていうのは、私自身ダブルキャストではあるんですが、それを見るのも楽しみですし、また、本当にいろんな経験を積まれてて、実力のある上白石さんと一緒に、あの、稽古を重ねられることは、私にとっても大きな、大きな刺激になると思うので、えー、精一杯、私なりのジェン・エアを見つけながら、また同時に、二人でヘレンとジェンを演じるっていうことを楽しみながら、えー できたらいいなと思っております吉尾さんは、あの、共演したことはないんですが、イベントなどで、あの、ご一緒させていただいて、一度歌わせていただいたり、あの、ラジオにも、あの、出演させていただいたことがあるんですけれども、その時に会うたびに、いつか共演したいね、ぜひ共演したいですっていうふうにお話ししていたので、こういう、今回、あの、ジェーンとあのいう役で、 吉尾さんと共演できるっていうのは本当に嬉しいですし、はあ、たくさん学ばせていただこうって思いつつこう2人の関係性独特の,あの関係性なんですけれども愛でつながるっていうことをあの吉尾さんとあの深めてあのできたらいいなと思っております。えー、このの作品の音楽は私があの オーディションで2曲歌わせていただいたんですけどその曲もメロディーがとてもなんかこう心をかき立てるというかあのクラシカルで繊細ででも力強さがあって遊び心があってあのコロコロメロディーが変わっていくんですけどそのでも こう一貫して強い意志のようなものがあって、あなんて面白いんだっていうのが、あの曲を初めて楽譜を見た時の印象だったので、で、全曲通して聴くと、本当にそれぞれのキャラクターの個性であったり、また作品がこう描きたいもの、信仰、愛、自立、自由、あの、いろんなものが こう繊細に美しくでもこう心をかき乱してちょっと不安にさせるようなこうでも前に前に進みたくなるというかそういったところがこの音楽の魅力だなと私は思ったのでその魅力をしっかり表現できるようにあの私自身歌声も表現力も追求していきたいと思います。ジョン・ケアドさんと ご演出をしていただくのは初めてなんですがあのオーディションでお話しした時にとてもこう受け止めてくださる方なのかなっていうあのものを感じたのであの引き出してく,れくださりながらそしてそれを受け止めるっていうような方なのかなっていうふうに感じたので私自身こう こう引き出しをいいいいっぱい作っっぱぱ作て全部、あのー、出し切って、あのー、こう提示してあのこうジョンさんが目指すジェエアという役ヘレン・バーンズという役に近づけていけたらなと思うんですが同時に親びくともなができる私だからできるジェエアという役への 向き合い方ができたらなと思うのでそういった意味でもジョンさんに助けていただきながら導いていただきながら精いっぱい頑張れたらいいなと思います。ジェーン・エアーという作品は本当にあの普遍的で深いあのテーマを、えー、描いているんですが、えー、きっと見てくださった皆様にとてもこう力強い明日に向かっていく希望だったり勇気だったり信じることだったりそういった ポジティブなエネルギーを持って、あのー、岐路についていただけるような、そんなエネルギーをがある作品だと思うので、ぜひぜひ劇場でそれを体感していただけたらなと思います。私自身精一杯頑張りますので、皆様に劇場でお会いできることを楽しみにしております。